新潟駅前にやってきました。今日のお店こちらです。恵比寿台さん、建物がね本当に立派なんですよ。もう歩いてきてすぐわかりますね。新海文子の酒飲み女の一人ごと、今日はこちら恵比寿台さんにお邪魔しています。お酒のメニューね、ずらっと日本酒が並んでるんですけれども、ここおいでおいでおいでっていうの、ですね、これ味わいチャート、こちらのお店のオリジナルで置いているお酒と味わいをねグラフにしてくださってるんです。ナイス。はい、で、はい、軽やか、辛口、切れ味、伝統的、艶やか、うま口、芳醇、現代的。伝統的な多分淡麗辛口っぽいのか、ちょっとふくよかで甘みがあるのか、で、でも俺こっちも辛口、うま口。なんか日本酒ってさ、日本酒度、辛口甘口プラスマイナスとか、ね、純米酒なのか本醸造、吟醸大吟醸とか、で言葉でしか書いてないのが、こうやってなんかね、チャートになってると、なんか分かりやすいし楽しいんじゃないかな。しかもこれをお店で作っちゃうのがすごいですよね。なんかすごいズバ抜けてるのもあるんですね。なんなんだこれ、14番。あ、キリンザの超辛口。あ、そういうことか。超辛口で伝統的ってことね。あ、伝辛そうなんですね。え、めっちゃ面白い。逆にこれ24番。これなんだ？あ、村湯だ。村湯の黒、純米大吟醸は、逆、正反対ってことでしょ？面白い。でも分かる気がする。現代的な感じで、うま口、芳醇って感じしますもんね。っていう感じ。すごくない？これ、こっそり持って帰って、こっそり持って帰りたい。あ、じゃあ、シャメです。シャメしよう。シャメすればいいんだ。すごい。米倉グループさん、すごい。さすが。エンターテインメントにしてますよ、日本酒を。さすがです。あっぱれ。さてさて、続いて、熱燗を頼みました。熱いです。吉野川の源泉辛口。おー、熱燗なんて本当に1年ぶりですね。寒くなってきましたので、いただきます。あー、うまいね。わー、久しぶりにずっと練習だったので、ふわーっとさーっとふわーっと抜けていく感じがね、この後味好きなんですよね、熱燗。ではあとね、折り紙トークが残り2枚になってしまいましたので、うわ、なんか緑がすごい文字数多いのがわかる。オレンジからいきたいと思います。おー私の弱いところ。私の弱いところ。頭かな？やば。一応もっと曲穴なんですけど。なんだろうね。お酒は絶対強いからね。お酒は弱くないですよね。私の弱いところ。いやー、でもなんかね、お酒飲むと結構意志が弱くなっちゃいますね。一本でやめとこうと思って気づくと4本ぐらいなくなってるし。まあ、感情がない人間なのかなとずっと思ってたんですけど、意外と情に弱いのかなって最近年取るとね思いますね。やっぱりなんかお世話になった人とか家族とか、やっぱり大切にしてるものに対しての思い出っていうのが、まあ若い時よりは、ああこう情に弱くなって、弱いのか強いのか分かんないですけど、まあ、そういうところは人間としてちょっと自分でも安心しますかね。涙もろくなったりさするじゃないですか。でもお酒飲んでのこれすごい若い時はハイテンションみたいな、楽しいファーみたいなのが、その大人になるとね、しみじみと飲みますよね。熱燗のイメージなんてまさにそうですけどね。熱燗とおでんをしっぽり飲みながら、
馴染みの女に会いてえなあみたいな。わかります佐渡の金さんの人形が言ってるセリフというかね。そうそう、まあでも弱さのような強さのような、何の話をしてるんだ。ではでは最後の折り紙トーク行ってみましょう。大きな船が港から出ようとしています。その時船が汽笛を鳴らしました。それはどんな音？汽笛の回数、長さを教えてください。じゃあ行きますね。出航します。ボーボーボーです。3回長さはまあ15秒くらい何これじゃボーっていうのがなんか気持ち悪かったですけど、すいません。アンサーが来ました。ディープキスの回数の長さだそうです。どういうことなの？まずディープキスをしてるかどうかの話です。ディープキスの回、しかもボーやばくない？ボーボーボーで最後長めにした。ウケんだけど、なんだこれ。へー、じゃあ私は3回するっていうのがワンセットってことなんですかね。あー、なるほど。なんか意識しちゃいますね。面白い心理テスト。ぼーぼーぼー、まあまあ呼吸止まりますよね。でもまあ一応これでも10年間アナウンサーしたので、こう肺活量とか息をパーって出すトレーニングはしてきたので、15秒ぐらいいけんじゃないかな。まあご想像にお任せしますわ。まあさ、これにさ乾き物とかねあったらもうあと2時間いけますよね。最近では乾き物ですごいお気に入りの珍味があって、で仙台にちょっと住んでたことがあるんですけど、東北とか北海道とかの方でコマイっていうお魚の乾物があって、すっごい美味しいんですよ。なんか新潟だとあんまり見ないんだけど、なんかね、ほんと多分お魚の味とちょっと塩が振ってあるのかわかんないんですけど、あれもずっとむしゃ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 ってしてる、食べてられるんで、お取り寄せしました。乾物パーティーしたいなぁ。してるけど、家で。乾物パーティーしたいっすね。皆さんと、皆さんと、視聴者の方と。乾物いいんだよな。お腹いっぱいになってもさ、飲み続けられるし。いやー、美味しい。でも酒飲み女の独り言で初めてですね、熱燗飲んだの。燗はいいですよ。何が燗はいいですよ。なんかテロップ入るんでしょうね。もうだいぶ出来上がってきて美味しい。でも本当にエビスダイさん、お酒の種類もすごく豊富で、その他利き酒6種から2つね、単品で頼んだんですけど、前編後編で。こんなにいっぱいあるし、で、お酒に合うものばっかり置いてあるんで、食べ物。こちら、新潟県内で展開している、基本的にお店なんですけど、東京でも、イカの墨で お店があるので、ぜひですね、関東圏にお住まいの方、新潟のこの美味しい、食とお酒が堪能できる、イカの墨に、ぜひですね、行ってみてください。
今宵も美味しいお酒をいただきました。ごちそうさまでした。幸せな時間ありがとうございました。また次回も見てください。ではもう一軒行こう。